皆さんこんにちは、手島クッキングのチョです。今日はジャンボインゲン豆と豚肉の醤油炒めのレシピを紹介します。破格を使いますのでより一層美味しくなります。まずはジャンボインゲン豆の下処理をします。他のインゲン豆と同じように両端をポキッと折ります。筋があったら一緒に筋も取れたら取ります。最近は筋なしの方が多いようです。筋なしならヘタを折るだけでいいです。ジャンボインゲン豆を一本一本斜めに千切りにします。幅は5ミリぐらいです。斜めに長く切ったら食べ応えがあって腹持ちがいいです。鍋に水を入れて沸騰させます。塩と油を加えたらジャンボインゲン豆を入れて茹でます。お湯に塩を入れたら野菜を色鮮やかになります。油を入れたら沸点が高くなって高温で茹でますので短時間で食感を残してシャキシャキに仕上げます。2分ほど茹でたらいいです。茹で上がったらザルにあげて水気をよく切ったら下処理の完成です。豚ヒレ肉を5ミリぐらい幅に厚切りにします。さらに1枚1枚きれいに重ねて端から3ミリぐらいの細切りにします。切り終わったらボウルに入れて下味をつけます。醤油、白胡椒と塩を加えてからよくかき混ぜます。肉を炒めるときにくっつかなくないように油を加えてさらにかき混ぜます。鍋に油を引きます。破格を入れて焼きます。一つだけで十分です。香りがかなり強いため逆に入れすぎると料理が苦くなります。破格の色が濃くなって香りが出てきたら豚肉を入れて炒めます。破格の独特な香りは肉の臭みなどを消す働きがありますので肉料理によく使われています。前回のジャージャー麺にも使いました。こんな料理に破格なしで作ったら風味が断然違います。豚肉をほぐしながら色が白くなるまで炒めたらネギを入れて炒め合わせます。ネギの香りが出てきたら水気を切ったジャンボインゲン豆を溶かします。ざっと混ぜ合わせたら醤油を入れて全体になじませます。水あるいはだしを加えて蓋をします。2分ぐらい蒸し炒めます。鍋にしっかり蓋をして強火で熱したら水蒸気を鍋の中にまんべんなく広げてきます。この水蒸気に溶け出た食材の旨味はその後また余熱の作用で野菜に戻します。この調理法で食材の旨味をしっかり引き出せます。最後に味見をして塩を加減して混ぜたら出来上がりです。この料理にはもし破格を使わなかったらただ普通の野菜の醤油炒めです。破格を入れたら一気に中華風になりました。本格的な味がします。ぜひ作ってみてください。こちらは手島クッキングです。次回もお楽しみに。